3たす4イコール7。今まで何気なく扱ってきた式をここでは整理していきましょう。イコールで結ばれた式を等しい式、等式と呼んでいます。等式は真ん中にイコール。この記号を正式には等号、等しい記号と呼んでいます。等号の右側を右辺、等号の左側を左辺と呼んでいます。計算式には等号の左側、左辺しかなかったんですよね。計算式には右辺はなかった。右辺は空白だったんですね。それに対して等式は初めから左辺と右辺が与えられているんですね。等式と計算式の違いですね。続いて等号を変えてみましょう。両方の辺、右辺と左辺はあらかじめ与えられています。このような式を不等、等しくないですね。不等式と呼んでいます。不等式の真ん中には等号ではなくて、こちらですね。不等号。不等号が真ん中にあるのが不等式です。不等号は4種類あります。順番に整理しておきましょう。一番上が左辺は右辺よりも小さい。次が左辺が右辺よりも大きい。左辺は右辺以下。左辺は右辺以上となっております。不等式では左辺と右辺の大小関係を示します。